はい、おはようございます。今日はね、5月の25日土曜日、現在時刻が8時52分となっております。今日はね、はい、長野県は東屋さんに登ろうと思いまして、今日はね、はい、菅平高原の牧場のね、今駐車場に車を止めました。見ての通りね、はい、今日はね、天気が良くて、また、はい、ちょっと若干ね、風はちょっと強いなっていう風に思うんですけど、はい、一日通してね、なんか、雲があんまりかからないみたいな予報なので、はい、張り切ってね、また登っていきたいと思います。ここはね、はい、去年どうだろうな、9月末ぐらいから、はい、登りたいなーってずっと思ってたんですけど、行こうと思うタイミングがですね、いつも、はい、天気に恵まれなくって、なかなかね、来ることができなくって、やっとね、それが、はい、実現できます。はい、今日はね、見てください、この靴、新しいね、モンベルの靴を導入しました。一発目なんですけど、はい、以前ね、履いていたマムートの靴がもうソールがね、だいぶ減っちゃったんで、今日からね、オニューの靴を試していきたいと思います。はい、靴のね、はい、まあ特性とかまだ全然わからないんですけど、一応なんかモンベルの、はい、ソールでトレイルグリッパーっていうのがなんか入っているそうで、そこら辺もね含めて、はい、試していきたいなって思います。じゃあね、今日も一日また頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってきます。バイバイ。めちゃめちゃ綺麗。はい、じゃあね、まずはこの、はい、あ、今日はね、はい、あの周回しようかなってまた思ってまして、まずね、猫岳から、はい、東屋さんの方に向かって、こっちの方からね、帰ってくるのかなと、はい、ではね、進んでいきたいと思います。もう見えますね、あそこかな、きっと結構上がりますね。ここら辺はね、はい、本当に去年ずっともう秋、ちょうどね、本当に、まあ、9月じゃなかったか、10月かな、まあ本当にずっと毎週ね、土日が雲マークで、まあ、せっかくならね、天気のいい日に来たかったんで、まあね、見送った感じですかね。はい、じゃあ行きます。やっぱりね、結構ね、風が強いですね。今日は風速がどうやら5メートルって書いてあったんですけど、どうやらっていうか5メートルって書いてあったんですけど、それ以上ありそうな感じですね。寒くはないんですけど、風が強くて、じっとしてたらね、多分寒くなっちゃいそう感じがします。で、お、牛さんがいる、見えますかね、ここはね、20代の頃にスノーボードで何回かね、来たことがあって、はい、その時はね、
まだ全然山登りとかね始める前だったんで、このね春から夏にかけてのこのね綺麗な景色を見るというよりかは、いつもね下り専門で、はい、辺り一面真っ白な感じをその時はね楽しんでいました。上行ってもね、今日ちょっとスタートが遅かったんで、はい、上行ってもね雲が上がってこないことを祈りたいですね。はい、じゃあもうちょい頑張ります。今ね、どうやら 2.19 を歩いてきたみたいで、根っこだけなんで、あと 500m になります。まだでもちょっと見えないですね、上は。はい。ずっとね、ここは樹林帯っていう樹林帯が全然なくてですね、夏場は多分しんどいですね。今日は結構ね、風があるんですけど、それでもね、暑いなっていう風に感じますので、はい、結構ね、しんどいんだろうなって思います。まあ、暑いって言ってもね、今は、まあ、ちょうど気持ち、汗ばんで、はい、気持ちいいなっていう感じですね。よいしょ、あと500、頑張ります。ここからね、はい、見える限りではちょっとめぐって上がりそうな感じがします。はい、ゆっくりのんびり上がっていきたいと思います。年号だけ到着いたしました。はい、時刻が、はい、10時30分だいたい1時間半ぐらいですかね。はい、じゃあね少し休憩してね、はい、次は東屋さん目指したいと思います。めちゃくちゃ綺麗。少しね休憩したんで、これからはい東屋さんの方に向かいたいと思います。あれかなね、はい、時刻が10時46分、だいたい80分ぐらいで到着する予測なんで、はい、まあ12時ぐらいに到着する感じですかね。はい、じゃあ頑張って進んでいきたいと思います。写真撮ろう。ここの稜線もめちゃくちゃ綺麗ですね。最高。よいしょ。まだ若干雪がね残ってるとこもありますね。はい、
はい、一旦ね下り切りました。はい、だいぶ下りましたね。うわー下ったな。はい、で同じ分ぐらいねこれからまた登ります。はい、今日のねラスボスって感じなので、はい、気持ち入れてね頑張って上がっていきたいと思います。いやー、なんとなくねもうそろそろお昼にまあなるんですけれども、雲がねまだそこまで上がってきてなくて、このままね今日は吾妻屋さん山頂に着く頃までね持ちそうです。はい、気持ちいいすごいね、上から今降りてくる時とかこのね稜線歩きすげえ綺麗でね、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。うん、これからまたじゃあ気持ち入れて上がっていきたいと思います。今ね急登登りきりました。だいぶね険しかったですよ。はい、あとねどうやら 0.7 キロだそうです。時間にしてねだいたい30分ぐらいかな。はい、到着見込みがね12時15分ぐらいだったんですけど、今は11時54分。はい、あと25分ってとこですかね。こっからまだ上がるのかな。はい、ちょっとね、はい、歩きながら休憩したいと思います。はあ、だいぶグオって上がったんで一気に持ってかれましたね。険しかった。いよいよねラストに近づいてきてるような感じですね。はい、もう下段が始まりました。もうね頂上もだいぶ見えていて、あとちょっと頑張ります。よいしょ。こんにちは。こんにちは。疲れ様です。すごいなこれ。いよいよね到着かな。これからはノーカットでいきたいと思います。よいしょ。
よいしょ。これか。よいしょ。これか。はい。到着しました。無事に。はい。時刻はね、はい。12時10分。はい。無事に浅山さん到着いたしました。奥の行きましょうかね。よいしょ。すごいな。めっちゃ綺麗。すげえな。はい。無事にね到着したんで、少しね。休憩したいと思います。少しね休憩したんで、これから下山していきたいと思います。時刻は12時43分。はい。下山もねすごい景色がいいんで、下山の方がいいですね。今日はね全然この時間帯でも雲がね全然出てきてないんで、はい、めちゃくちゃ綺麗。この景色をね、はい、楽しみながら下山していきたいと思います。靴はねなんか調子いいですね。まあ新品だからっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃグリップが良くて、グリップ力が高くて全然滑んないですね。ちょっと前にねまで履いてたねこのムートの靴はソールがねだいぶ減っちゃってて山がなかったんで、もう泥ぬかるみとかに入るともう超滑る感じで、はい、もうダメだなっていう感じでした。はい、さっきのね木段まで戻ってきましたが、ここめちゃくちゃ綺麗ですね。本当にめっちゃいい。さっきの、はい、一番最初に登った猫ちゃん見えますね。そう、この時期に登ってよかった。めちゃめちゃ緑々しくてほんと綺麗ですね。素晴らしい。ほんと外国人の方がね、素晴らしい、日本素晴らしいって言ってくれている意味がね、こう山を登ったりとかすると分かりますね。あ、写真撮ろうと思って、やった。はい、じゃあねこのままのんびりゆっくり下山していきたいと思います。着いた。
着いた。無事にね、下山することができました。ここからね、見えるんですよ。まず根っこだ行きました。下って東屋さんまで行って、ぐるーって回って帰ってきました。はい、時刻はね14時17分。登り始めたのがだいたい9時頃からだったので、まあ5時間ちょっと。はい、心配していたね雲もうこの通りね、今日はもう全然なくって、景色もねすごくよく見えて、とてもね満足いく登山ができました。はい、ここはね本当に去年ずっと来たかったところで、うん、やっとねその目標が達成できたということで、うん、天気も良かったし、最高な一日を過ごせたかな。はい、でね、僕新しいこの靴、はい、さすがにねまだ慣らすとか何もやってないので、やっぱ硬い。一応ねレーザーのやつを買ったんですよ。マウンテンクルーザー600。はい、結構ねソールが硬いなっていう印象でした。しばらくねちょっとまあ大体5時間ぐらいで収まるような山を登ってね、うん、慣らししたいなっていうふうに思いました。はい、じゃあね今日も一日お疲れ様でしたということで、はい、動画の方をね終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンも押してね。なんかね、どうやらバッジが売ってるそうなんで、ちょっとね、買っていきたいと思います。はい、100メーターのバッジを集めてるんですよ。なんか可愛いのあればいいんですけどね、ちょっと覗いてみます。これなんだよ。ゲットしました。記念にねいつも買ってるんですよ。で入場料、まあ来るだけ駐車場を止めるのに入場料300円払ったんですけど、入山料になるのか。はい、このねチケットここについて半券を持っていくと、どうやらね100円引きで買えるみたいなんで、バッジがね、700円だったんですけど、600円で買うことができたんで、ここにね、来られる際は、ぜひこの100円引きを使ってね、買っていただければかと思います。お店の影響じゃないんですけど、はい、他にね、ソフトクリームとかも売ってたんで、ね、疲れた体に多分染みるんでしょうね。はい、ということで、おまけ動画でした。バイバーイ。